人生で車は2台目です。まだ2台目です。それぐらい長持ちさせてる、コンボぐらい大切に扱ってる OM ですけども、これまだ俺押してなかったんや、これここいっぱい出れるの俺だけしか知らんかったやろって自慢してたら、自慢はしてないけどさ、そこまで押してなかったらダセじゃないか。これ何、これ上にあるのか、上のやつの鍵か、あの上です。あ、これね、このプルプル増えてるんですよ、いつも後ろで。そういう動画があって誰も突っ込まなかったのが面白かったです。俺も気づかんかったし、うん、そういうこともありました。で、車を作っていくところからですね。今日2本目の動画ですけど、今日5本撮る予定なんで、休日楽しんでいきたいと思いますけど、これプルプル増えてるやつの、これができたら車のやつを作って、あ、もう作れるんかも。ん、これ何、木材、木材でできてんの車。ソファー、綿、あれ毛皮っていうのがない、やばいんじゃん、取ってこなかのじゃん。毛皮って何から取るやん。あ、それか、小春さんが何落としたかちゃんと見てましたかって言ってたやつ。え、それ綿やろ、それ綿ないって俺見てたんですわ、あれ本当に。それちゃんと見といてくださいって、やっぱ先教えてくれるな小春さんは。ちょっともうちょっと入れとこうか、鱗。じゃねえよ、鱗どれ、鱗どれ、あれ俺鱗なくしたんか。あ、これ、はい、でこれは作れると。わー、テトリスやってるよ、みかんさん。うわ、びっくりした、いつもそれ、あ、もういらんかったか、鱗のやつ。あ、これがいるか。あ、これ一緒や、毛皮なんやね。毛皮なんて、なんどこにあるやろ。あ、それをだから綿みたいに敵から取るんかな。ここに敵いた、あ、いた、あ、綿やろ、やっぱり綿なんすよこれは。骨か、あと。はやぶさの剣ってさ、どんなビジュアルなのか見てみたいですよね。どの敵なんやろ、このカラスじゃねえやろ。敵から取るんじゃねえんかな。毛皮なんて取ったことあったっけ今まで。別にレザーシートじゃなくてもいいっすよ、俺移動できれば普通に。あ、あいつやな、剣生えてそう、剣生えて、毛皮生えてそう、強め。お、何これ、何これ、肉全然腐ってる、しかも熟成されてる。おお、びっくりした、出たんかと思ったが、綿、綿出た音かと思った。今綿欲しいで、年取りたくねえでさ。カラスじゃねえってな、あいつじゃなかったら誰がいたっけ、猿かな、猿敵にいたっけ。猿は色見えてる仲間みたいなやつだったよね。おお、びっくりした、あれ、あいつ落ちてるやん、猿。あ、猿じゃねえ、これ何してるのこれ。お、取った、あ、取った、怪我は出る時もあるんですね、あの人。オッケーオッケー、よかったー。怪我じゃない、あんた諦めたらあかんねん、あれ。こんなとこにスライムいたやん。あ、だから楽屋にいるとか言ってたけど、そういう人もいるんやね。録画時間を見ながら行きます。これ戻り方やな、難しいの。ワープがないのは車のためなんやね。これ食べれるんかな、熟成されてるから逆にいけるみたいなのあるのかな。それともなんか料理するって鍋、フライパンかなんか乗せるといい感じなんですかね。オーバークックタイムと教えてくれた人もいました。ありがとうございます。よし、ここを拠点に、車作れっかな。3代目か、俺によったら。
これいらんかったんかな。で、腐った肉どうなるんかちょっと焼いてみて、焼いたら復活するかな。あ、焼いたら復活しそう。毛皮は危ないな。あ、2個しかない、しまった。3って書いてなかったっけ。しまった、ごめんなさい。3や、ごめん。腐った肉や焼きに来たと思って。遠いな。しかも1回じゃ落とさん可能性がある。スタミナがねえんだよこれ。これスタミナの必要ある、これ。スタミナを出す必要ある、これ。ゼルダの時はあったやん、ずっと走ってたいのに。あ、この人やね。スタミナって2回しか伸びてないやんね。あ、3回伸びてない。いった、あったりあった、あったりあった、あったりあったぞ。こんなんいけるわ、こんなんやったらいけるわ。別に毛皮じゃなくてもいいっつって。早く感じる。階段をちょっとステップで登る方が早く感じるからさ、その時はスタミナ使わんからさ、いいんやけどね。スタミナの意味がねえでさ。一人用2つ作った。2つ必要だよ。あれ、しまった、もう1個必要やな。ごめん、3回怪我を取りに行くことになります。でもこっち戻らないと敵でんかもしれんな。ちょうどいいかもしれん。なんていう敵？あ、いない。いた。出てきたこのトラみたいな、クマみたいなのか。腐った肉で来てる。あいつの怪我を使えばよかった、早かったんけど。クサクサグリル、やばい。大丈夫かな。クサクサグリル、あれ、どこにあるの。クサクサグリル、あった。めっちゃ回復する。熟睡してたら、まあ、回復でお腹がいっぱいになるね。震えてるやろあれ。よし、これでできたかな。全部素材は車を作りますと。ここからアイアンの壁、できてなくない。俺アイアンの壁だと思ってたっけ。持ってないやん。あれ、超鉄必要やん。あれ、わからん。いる？これ。わ、ちょっと待って、あかんか。670個あかん。え、これさ、170個目なんけど。いまいちまだ俺分かってねえところがあるな。なんであれが、びっくりマークになってねえんかが分かってねえな、俺。これが。何さ、ポケモン。いや、そうやそうやそうや、動物の森出たのも知らんかったんやけど俺。ここ こんなんやった。板の床、つなぐだけか。
ちっちゃいな味。ふってなってるから切る。このワイを知ってるからね。痛ないよか。これ。これは絶血の膜ついてる。もうごめん、まだ分かってないよ俺。どう違うんか。ごめん。あ、かっこいい。ベンチシート。パイプ。パイプに苦手意識がなぜかある、俺。なんかパイプに苦手意識あるんやけど、そんなことない。壊せばいいんですよって言ってたな、そういえば。どっかのどっか壊せばいいんですよって言ってたけど、1個作っとこうか。あ、さあ、あそこまで戻るのがあれやね。あれ、え、2個持ってる。どこ行ったの俺のパイプ。メガネが欲しいな。わからん、これもうどこに持ってるかわからなかったわ。今新しく銃になったよね。2個持ってることになってなかったか。いや、わからんわからんわからん。教えて小春さん、今のやつ、今の 何か。これは複雑そうに見えるけど、そんなことねえか。そんなことねえな。苦手意識があるけど、これに。上向いてればいいの？あ、上向いてればいいや。勝手に上向いた。勝手にあっち向いた。全然苦手意識ない。勝手にやってくれるで。からさらに手直しするのか。状態をベースに乗り物を完成させたということか。
手直しできたやん。リングフィットアドベンチャーの壺を作るのめっちゃ辛いんですけど、あれみたいな手直しですよね。シャーっていう、こっち叩くとこっち出てきてしまうっていうのをようやりました。内部で循環して次なるエネルギー、魔法エネルギーを作り出すらしい。なんだか全然わからないが、とにかくそう水素自動車ってとこにあるの、今でもあるんかな。ハイブリッドは結局ダメみたいなことを聞いたんですけど、いや結局高くつくみたいなこと聞いたんですけど、さっきの動画の話は続きになるんですけど、石油がいくらでもあるから別にいいらしいんですけど、環境破壊にもなってないらしいんですけど、でもここは環境に優しい車ができました。でもこれでもなかったよね、小春さんのやつ。あ、まだまだ改造していくんやって。見た目やって、やっぱりそれか。乗ったんですよ、小春さんの島で、小春さんの車に。蝶とスーパーって同じ意味なんじゃないか。おお、もう乗っていいの。おお、じゃあ、うわー、すげえ早え。早え。OK。R じゃねえや。A なんや。超すす。ああ、そうなの。練習してみてはどうじゃ。どうだ。ドラゴンボールの世界の車みたいでいいね。ぽいぽいカプセルから出てくる。違うか、ちょっとドラゴンボールの絵かっこかわいいな、あれ、あの車、ワーゲンみたいなやつ。あ、軽く押して自動車教習所に行ってみたいな話ですね。またこの前の自動車教習所の話、そういえば言うの忘れてたんやけどさ、最後のオチは目にじんだまま写真撮って毎回写真の目うるんでるっていうやつがオチでしたんで、そこを言うの忘れてました。今この場を借りてお伝えしておきます。 R を ZL を押してスピードを抑えるとうまくいく。スピードが出すぎたら抑える。はい、アクセル、ブレーキ、ハンドル操作、簡単。いけるんかな。まつめや、てや。あの黒い渦を突破してみよう。前にキラー G が触れたら即死って言ってたけど、俺はその体験して身をもってキラー G に会う前に知ってますから、言ってたけどじゃなくて身をもって私は。え、行くの？行くの？おーいし、超スーパーカーだ。頭痛が痛いっていうのと一緒だよ。渦は突破できたけどちょっと行き過ぎちゃったね。車の向きを変えて戻ってみよう。ジャンプしながら L で回転させるマリオカートや。ジャンプ中にって本当にそんな感じなの？本当にない。それに車にならワープで戻れる、最高じゃないですか。だからあそこにワープしたんですね、小春さんち。え、青っぽい魔物、この車なら魔物をいっぱい乗せらそうだ。やった、俺知ってる楽屋に。あ、危ない、危ない。このスピードじゃあかん、このスピードじゃあ、このスピードじゃあかんって。あぶね。楽屋にいたやつどこやった、どこ行った猿。楽屋にいた猿は助けに行きたかったけど、
結局あそこ通らず行くっていう。こっちないとダメだよ。ベリタスさんやな、これは普通の。普通のベリタスさんってない。ヒットポイント8ぐらいしかねえからね、7ぐらいしか。6か7やね。近くで他の魔物は見なかった。たくさん魔物を箱舟に乗せたいんだ。だんだんまたインディペンデンスねみたいになってきましたけど、北西。ここね、これだから、ほら、ウホーマンっていうんや。もうスタンバってるの見てますから、それ。だいぶ前から。あれ？いた。おじさんなんや。あっちいる、あっちにいたのはちゃんとおじさんじゃないんかな。おじさんなんかな。どんな道順で帰るかを君に任せる。近いけど、めっちゃ近いんだけど、まあ一瞬ここしかねえやけど。少し高くなった場所、車を止めておくのにぴったりじゃない。これからは箱舟の近くで車を降りたらあそこに止まることにしよう。止まるようにしよう。どこ？あ、はい、わかりました。少し高い場所って作った場所なんやけど、知ってるんやけど、だから知ってるんやけど。おお、ほらほらほら、大丈夫？喧嘩なら、どういう関係これ。おじさんとおじさんかな。よし、他にはいねえけ。スライムナイトとかいねえんか。スライムナイトとかは、スライムにも乗れるんかな、この時点で。あ、乗れる、やった。あれ、もしかしてあのじ、あ、あ、あ、何してんの何してんの、あれ何してる。あ、あ、溶けちゃうよって言ってる。何、すごいすごいすごい、これ出してくれてる。だから落ちてたんや。あれ、こいつは乗れんのや。でも油絞り出してんな。メタルなのに油絞り出してんな。豚ペンと車の試運転と魔物集め。豚ペンとじゃねえ、豚ペンよ。マス大丈夫それ。魔物であるオイラたちがまさか魔物作りを手伝うなんて、狭いとこでやり取りしてんな、これ。また。友達の指導って言ってるの、通じてるときはいつもそうだって言ってるんだよ。どうかしても、どうやったら破壊神様に会えるかおでも知らない子。でも、魔物を探していれば必ず、魔物を探していけば必ず手がかりをつかめる。箱舟を作りながら、根気よく情報を集めよう。わかりました。そうなんや。超スーパーカーが完成し、黒い渦を突破できるようになった。以前話した破壊の聖堂に行ってきてくれないか。以前話したっけ。超スーパーカーに確定したな今。出たって言わなかった。やってみっか。もう行けばいいんかな。せめえなここ。あ、そういえばさ、チキンさんのところのさ、ムーンブルク全然違うね、俺のところの王の部屋と。あれ、順番もそうなるのねって思いました。他の人の家って。勉強になります。
こ行くの？あれ？あ、めっちゃ遠い。広いって言ってたのそういう意味？こんだけやと思ってたで俺。これ広くないやんって突っ込もうとしてたんやけど、これは遠いな。そこ行きますか。いやなんか、パーティーに入れれなくてもいいの？これで行けばいいの？これで行けばいいの？ここ行くぞ。怖いぞまだ。よっしゃー、楽しい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 。破壊の聖堂、ひとまず行ってみよう。安全に突破できる超スーパーカーで山を登る。山もこれで行くの？あれ？仲間やな、ドラーラ。これ面白いよね、足がすくんでっていうところが面白い。お、1与えてる。あの子も武器持たせられるんかな。急なとこ登れるの？すごい、本当に登れるの？うそやろ、これむちゃやろ。いくらなんでもちょっと待って、案内してよ。あわわ、めちゃくちゃになってるけど。画面むっちゃ、ここが破壊の聖堂。名前の通り破壊されちゃってるね。せっかく綺麗なのにもったいないや。下に足の支柱、はしごを使って降りる。どこや、下ってこの下っけ。はしごを使って降りる。先生、あっちの中か。やべえぞこれ、ワープできるさな。危険なドライブ。拡大どうやってやるのこれ。できない。あった、来た。落ちてまう。あ、乗ってるんや。どこのこと言ってんの、下って。入り方絶対間違えてるよ、また。
鱗を使うな、なんかね、いっぱいあるけど気が引けます、気が引けますんで、これで合ってんか、合ってんか、合ってねえな、合ってねえな、これ合ってねえぞ、こっちやな、あかん、吸い込まれてる、難しいな、ここ方向が、感覚がわからんで、もう一回乗るわ、すげえ、すごい、この車、なんでここからあっち行くの、チャーシーすぎやな、壊しすぎ、壊しすぎやな、おおえ、絶対生き方こっちやな、こっから来るべきやったんやあいつからしたら登場シーン面白いな、あっち視点で見たら、ここか、あー面白い、燃えるやん、これもなんか取っとかなあかんやつあるんじゃないんですか、その前に壊しますか、何これ、おお、なんか何これ、え、いいのこれ、宝箱もらって、これまた隠し通路か、これやーべえ、トモヨさん、トモヨさん来ちゃったよ、俺ここ、勝手に熱っ、熱っ、使っちゃってる、使っちゃってる、足使っちゃ、大丈夫、足使っちゃって、何これ、石やん、土やん、いらないやつ入ってた、勇者の剣入ってるかと思ったら、腐った肉とか 何を集めてるのこの人、やっぱ違うな、見かけは違うけど一緒か、でも今頃怪我、あ、命の木の実や、それはいい、それは必要、破壊、破壊の砂って何、破壊の砂って何、後回しにしてすいません、また先走りしちゃってるし、あー、先走りがすごいな、合わんだよな、豚っぺん、どうせなら祭壇の奥を調べてみる、今までのさ行ったところも実は後ろあったんじゃねえかとかさ思ってたんよ、今話しながら、でもここにしかなかったんやね、逆に言ったら、一回行くの、もっとやらなこと、あ、え、もう一回行くの、台本通りの2回目です、これ前の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 動画です、you
友達の死闘がどこにいるか。混乱したら右押したら左行くんですね、このゲームは。下押したら上行くし。この山の下に暴れ回っているゴロツキがいました。北に飛び降りればすぐ会える。行けっかな、行けっかな、そんなところへ行けっかな。ここから破壊して現れたの面白いな。あの後カービング貴重そうやな、このカービング。あの赤いの貴重そうやな。 色ないと作れやつじゃないこれ。あブラックライト赤、これ貴重や。うわ広い、広かったんや。北ってどっち？向いてる方、今向いてる方。行きます。荒くれやな。あ、本当の荒くれや。かわいい、なんか着てたやん。なんかめちゃくちゃ着てる、めちゃくちゃ着てる。僕も戦う予定やん。そこに置け、あれさっきのじゃもう一回置くの。ちょうど穴作ったけど。いた28。1回目が間違えてたんだね多分。高いとこには壊すけど使えば、あー戦論の時と一緒や。あ、大地のうがつ大木場、大地うがつ大木場、噛み砕く上木場。へー、またこの木場のやつなんやな。いけっかな、いけっかな、これでいけっか、いけっか。お、どんなになった今。あれ行った、ちゃんと。これ何、赤いの、何、もう集まっちゃったやん。ちょっと待って、全部取りたい。あそこに若干の浮き場があるな。硬
サインやなこれ。若干の脇刃を壊すついでに下牙も取りましょう。あ、若干の脇刃あるな。すごい硬い。取りたかったのになんかなくなるの。仲間になったこのタイミングで。これ鱗じゃないか。ああ強いやこいつ。ハメ技ってこういう風に学んだんかな最初の人。ハマってないわ。話が早い。早い。だけ多くって言わないで全員って言って。2箇所しか心ないの、心当たりないの。この洞窟を抜けた先、好きな方から地図を見ていくといい。わかりました。そこを次の動画にします。ありがとうございました。じゃあ車に戻っていこうと。わかりました。この2個ね。え、車に、この車？オッケー。こんなとこにいたよ。ここやったやん。なるほどね。やっとわかった。あぶね。全然逆行ってる。じゃあここまでにします。